おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、つけ麺を購入させていただきました。で、今回購入したお店が超有名店のね、ガンジャさんからつけ麺を購入いたしました。ガンジャさんって魚介豚骨のつけ麺がね有名なんですが、こちらのメニューは背脂がねがっつり入ったスタミナ系のつけ麺らしいので、今日はねこれをもうめちゃめちゃな量を作って食べていきたいと思います。はい、まずつけ汁を湯煎していくんですが、つけ汁はこんな感じでございます。パッケージが白いので、まあ、中身がまだちょっとわかんないんですけど、中にチャーシューとかも多分入ってるのかな。とりあえずこれを湯煎していきます。で、このつけ汁は約10分ほど加熱していきます。そしたら続いて麺ですが、麺はこんな感じでございます。ほんのりね黄色がかってて、結構ねストレート麺のタイプの麺でございます。はい、そしたら麺をドバッと、よいしょはい、で、茹で時間は11分から13分ぐらいってことなんで、今回も短めの11分で、よし、 OK でーす。麺 OK でーす。はい、茹でると、そしたら今日もっと氷水を使ってしっかりね流水で麺を締めながらぬめりをね取っていきます。よし、締めはこんな感じで。はい、でね、麺を今盛りましてこんな感じでございます。で、ここにちょっと昨日仕込んだねチャーシューも丸々1本ここドンと乗せちゃいます今回もね、作り方目分量なんで詳しい量はないんですけど、この巻き豚ちゃんにね、タレの方は醤油、酒、みりん、蜂蜜、砂糖、味の素と唐辛子にネギ、ニンニク、生姜をね、まあ、ちょちょいっと目分量で味見をしながら味を整えております。ここからね、多分 2,3 時間ぐらい適当に煮込んで、少しね水分を飛ばしてから蓋を閉めて、温度が下がってね味が染み込むのを朝まで待ちたいと思います。はい、ってことで今ねつけガンジャのこのセットできましたんで、早速向こうの方で食べていきます。はい、ってことで今ねつけガンジャ完成いたしまして、こちらの部屋に移ってまいりました。いや、中でもサイズが大きすぎて、このね遠近感っていうか全然わかんないんですけど、普通にめちゃめちゃでかいめちゃめちゃでかいでございます。それでは早速いただいていきます。よいしょ、いただきます。ちょっとまずは麺からと。よいしょ、ツルツルしてる。結構ね麺は平打ちでツルツルとしたタイプですね。よいしょ、うん、いや、いいね。小麦の香りも強いし、何よりね、もちもちとしてるけど、コシがあってね、うまい。ちょっとこの先に漬け汁をね。あ、いいわ。うまっ。麺つけよう、麺。はい。よいしょ。うん。うわ、うまそう。うめ。あ、これうめ。こんだけ背脂が入ってるのに、こう甘いタイプじゃなくてね、もう醤油がかなりキリッとしてるやつですね。うまっ。ちょっと想像してたのと違くてびっくりしてるんですけど、ちょっと想像よりもうまい。うまい。こってりはしてるんですけど、すごく食べやすい。普通の一人前だったら一緒になくなりますね。
したらこのちょっと具材に入ってるねチャーシューの方もいただいていきます。やらかっ、うまっ。つけ汁に合わせてかチャーシューの方もね甘みが結構抑えめのタイプでスープにめちゃめちゃ合いますね。すぐなくなる。うん、やっぱしっかりはいるんですけど、最初ねあの麺だけで食べた時のように卵感とかその乾水っぽいその中華麺っぽい香りがやっぱりつけることによってかなり緩和されるので、食べ応えとしてはそのきしめんに近いようなチュルッとしながらもねこう弾力があってうまいなんて言ったらいいんだろう、めっちゃうまいよ。とりあえずそしたら味変、いつものこの一味唐辛子で。あ、合う。これめちゃめちゃ合いますよ。これ唐辛子。多分麺に直にかけるとちょっとね香りとか辛みが強いと思うので、漬け汁に入れた方が多分美味しくいただけるかな。めちゃめちゃ美味しいです。てか美味しすぎてもう半分ぐらい食べてますけど、チャーシュー食べるの忘れてました。だから、ね、切ってないからね、重すぎて持ってない。あぶねえ、重すぎる、箸折れそう。よっしゃ、ちょっと移動します。うん、今日のも大成功。うん、めっちゃ柔らかいな、全然筋当たんないもん。今回の漬け汁はね、あの濃厚系じゃなくて結構淡麗っぽい感じなので、前回作ったチャーシューよりも味は結構控えめにチャーシューは煮たんですけど、それがねちょうどいい、全然邪魔にならない。よし、そしたら今日もこちらの黒胡椒で。よっこいしょ、よいしょ。うん、おそらくもともとこの漬け汁自体に多分黒胡椒入ってると思うんですよね。ただこうやって後掛け追いがけすると、まあ引き立ての黒胡椒なんか特にね香りも強いので、より味が引き締まって美味しいですね。今日はこちらでお願いいたします。うめえ。そしたらね、背脂ってことなんでニンニク、これでちょっとガツンとパワーを増そうかなと。
いやあ、うまいね。これ味にパワーが増すのはもちろんなんですが、よりね背脂の甘みとか旨みっていうのがね引き立って、またね一味変わってきます。さすがにねこの自作のチャーシューでかすぎた。これ自作のチャーシューはこれが最後ですね。うん、もうね麺も残りわずかでラストスパートなんで、唐辛子と唐辛子黒胡椒ニンニクとね試しましたけど、個人的にはこのスープには唐辛子が好きでしたね。そしたらこれが最後の一口でございます。うん、おう、ごちそうさまでした。はい、ということで今ガンジャさんのねつけガンジャ完食いたしました。これだけね背脂も浮いてるので癖が強いのかと思っていたんですけど、全くそんなことなくて、醤油とねこの豚の旨味がしっかりと詰まったいい一品でございました。この背脂が結構苦手って人多いかと思うんですけど、そういった人でも食べられるような、ほんとね食べやすくて美味しい一杯でございました。こちらのガンジャさんのメニューについてはね、購入ページの方は概要欄に記載しておきますので、気になる方はぜひそちらもご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。